ターティングタイム、ボールコントロールはキャプテンの村上、長いパスは55番のハレルソンです。左に初スタメン、チョン・ギボン、エリック・マーフィー、右に村上、村上のスリー、ファーストバスケットが決まりました。ポイントショットでした。まさに福島の顔、ミスターボンズが幕開けした今日のゲーム。12番の池田、ピックを使って、池田フロントには打たない、中に入れた、久竹バンクショット、ここは収めていきました。今日初得点です。回り込むのは5番のデイビス、バウンスパス、 DJ モンゴメリー、中には入れて、ここはうまい、アレックス・デイビス、バスケットアウト、エンドワン獲得です。右にホールモナ・アレックス、左に内田、ピックに入ったのはデイビスです。モンゴメリーがオープンになった、スリーポイント来ました。福島はまだ得点がないだけに、ここは最初のシュートを決めていきたいオフェンスです。あー、ここは合いませんでした。ボールを手を出すのはモンゴメリーです。イージーバスケット、ダンクショット。クォーター、青森バックスが逆転しました。7対0のランとなっています。最後はこの DJ モンゴメリーのダンクショット。しかし青森もここは常田が中に入って、デイビスやり返しです。相手に流れを譲りません。エリック・マーフィー、久竹との1対1、ここはターンオーバーになりました。アウトナンバー、ここは0番の相田です。デイビスから、おお、これは橋本がせめぎ合う、池田のフローター、リバウンド、おっと、フォローしていったダンクショットは5番のデイビス。青森のバスケットが乗ってきました。福島はここを回収できるか。エリック・マーフィーのディープスリー、外れる。もう一度、今度はインサイド、得点につなげていきました。しっかりとシュートで終わりたい福島ファイヤーボールのオフェンスです。ポストプレーはエチェリケ、中に入った、バスケットカウント、エンドワン、ミスマッチ、コーナーには高橋裕二、ショットクロック残り10秒、エリック・マーフィー、高橋、小森健也、足元を確認した、このクォーター2本目、ボールもアレックスがつく、バウンスパスでエチェニケ、外にトモリがいる、エチェニケが行った、左手のショット、久竹、ハレルソンが体を当てる、いいディフェンスです。外に出しました、相手のスリー、ここは同点に追いつきました。青森バックス、エチェニケがつく、外に出した、久竹のスリー、このリバウンド、体を投げ出して、アレックスのバスケットカウント、エンドワン、10秒切った、7秒6秒、ギボム、外に出した、ハレルソン、コーナースリー外れた、青森がボールを持っています、試合終了。